エンダースティーブンスは、アイルランド共和国ダブリン出身のプロサッカー選手。シェフィールドユナイテッド FC 所属。ポジションは DF。出身地ダブリンのクラブで、プロキャリアをスタート。2010シーズンより加入した、シャムロック・ローバーズ FC では、リーグオブ、アイルランド連覇を達成した。2011年8月31日、アストンウィラ FC は2012年1月より、 スティーブンスが加入することで合意に達したと発表。2012年1月3日に正式に加入した。しかしレギュラー争いに苦しみ、加入から丸1年以上経った2012年11月3日のサンダーランド AFC 戦でようやくプレミアリーグデビューを果たした。その後も出番はほとんど得られず、カイリーグのクラブへのレンタル移籍を繰り返した。 2015年6月15日、出場機会を求め、フットボールリーグ2のポーツマス FC に移籍。加入後すぐに、レギュラーに定着すると、チームのディフェンス強化に貢献。翌2016から17シーズンには、リーグ優勝とリーグ1昇格を果たし、自身もリーグ2の年間ベスト11に選ばれた。2017年5月23日、 チャンピオンシップのシェフィールドユナイテッド FC2 席、プロシアムロックポーツマス。ありがとうございます。